慢なのかもしれないですね。配信中を出しますね。ここ向かってる。おお、頑張れー。トシトシさん、はじめまして、丸山優香です。よろしくお願いしますね。私もおはようっていう気持ちでいる。よいしょ、できたかな。おはようございます。待ってたよ、お花、ハート、ありがとう、ありがとうございます。今ね、絶賛ね、イベント受付中なので、ちょっとテロップ書きますね。お話し会ちょサイン会ちょ普通ショット撮影会こんにちは。こんにちは、モリシーさん、はじめまして、丸山優香です。よろしくお願いします。おはようございますですね。だるま、ありがとう。流れ星、ありがとう。お花、ありがとう、ありがとうございます。今日もね、ちょっと混乱がちょっとね、痛くてね、控えめに喋りますね。お仕事中お疲れ様。あ、大学サボっていいね、いいね。たまにはね、そういう日もあっていいと思います。今日何しても疲れない、無敵って、やったー、頑張ろうね。一緒に頑張ろう。ファイト、ありがとう、ありがとうございます。こんなおソロだね。めっちゃね、なんかどこかの母音のところが痛い。薬だったらね、一緒なんだろうけど、おって感じ。薬を塗らないから。ね、治りかけてきてた。いいなぁ、羨ましい。いいな、いいな。初めてのお話し会申し込みました。ありがとう、嬉しい、楽しみだね、ありがとう。ファイト、ありがとう、待ってたよ、ありがとう。ハート、ありがとう、ありがとうございます。ね、朝早くから皆さんもありがとうございます、てくださって。面白い、大学行く途中に見れるの、輝く人の原動力になってる、よかった、嬉しいよ。ぷつり、おお、頑張れ、授業中頑張れ。珍しく今日切れたの、おはよう。この時間もなかなか早いよね、休みの日とかだと、何もない日とかだとね。大会2時間前、頑張れー、ファイト、ファイト、応援してます。いいね、ブルーベリー、目良くなりそう。ファイト、ありがとう、こんにちは。嬉しいね、朝で私が目が追いつかない状況にあります。おはよう聞けたから今日頑張れる、頑張ろう、イエイイエイ、頑張りましょう、応援してます。またありがとう、ありがとうございます。大阪行ってらっしゃい、いいな大阪、二度寝いいね。私も今日はちょっと朝ゆっくりだったから、あの緩めの二度寝をしましたよ。そう、前にも聞いたけど、ゆうかちゃん
次元の服とか着たりしますかって。あら嬉しい、下の名前で呼んでくれちゃってありがとう。ダメージ系履いたりするよ、あのジーンズとか。確かにあんまりあのなんかお話し会とかでは着たことないかもね、もしかしたら。かわいい、ありがとう。笑うのが痛い、ここに当たってすごく痛いです。これで止めとこっから。ね、二度寝って幸せだよね、わかる。久しぶりに夢、何の夢だったの。朝からねメイクをしましたよ。軽井沢いいね、旅行、旅行かな。こんにちは、朝からビジュありがとう、嬉しい、そんなん言ってもらっちゃって。あ、イコラブさんの新曲ですね。私も昨日22時に YouTube 貼り付いて見ました。ね、すごい素敵でした。ね、キアラさん髪色は何色でも似合うという、めちゃくちゃ似合ってらっしゃる。はじめまして、まこさん、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。今日はリリーミューを使わせていただきましたの2番です。ピンクフォンデュ02番ですね。あの2回目のに出てきたやつです。あの何ヶ月前だろうぐらいのやつです。めっちゃ最近これ使ってる。なんか色が濃すぎず程よい色味で好きですね。かわいい、ありがとう、ありがとう。花ありがとう。お昼何食べようかね、何食べる、私も決めてない。さっきね、あの私今お家でね買い物があって、なんかちょっとずつ消費していってるんだけど、買い物をね朝食べた。こんにちは、こんにちは。わあ、いいね、きびだんご。一つ私にくださいな。朝はね、なんか何時に起きてもね、この調子なんですよね。私がシャキーンってなってるの、多分2時とかくらいまで開く。ね、眠いとかじゃないんだけど、脳が起きてないだけ。そう、あのすんごい元気です。何時起きなの、何時に起きたっけな、何時に起きたっけ、あんま時計見なかったな。8時に1回目覚めて、もっと前にも多分目覚めたんだけど、二度寝をもうその時点でしてて、8時に目覚めて8時半にシャキッと起きました。そう、目うるうるしてきた。朝っていうかこの時間ってすごいこう一日の中でもね結構のんびり過ごしちゃう時間。まだ脳がのんびりしてる。2時間そう、分かる、2時間経っててもねまだってなっちゃう。たこ焼きプーさん、よろしくお願いします。すごい数字がいっぱい、何の数字だろう、
よろしくお願いします。横見たらゆうかちゃんいてびっくりしたってすごい3時の時の夢がってことがすごい。今日のお洋服のポイントは特にないですねなんだろうな、なんだろう、ちょっと長袖が今あんまりお家になくて半袖って感じですかねえ、嬉しい、弟さんも、わーい、やった、ぜひね、ご兄弟でお会いしたいですねすごい嬉しい。半袖、あ、上着をね、着るので多分大丈夫だと思います。私さ、寝る時のさ、場所かわかんないけどすごい、あの、太陽光すんごいなんか刺すポイントだけがあるの、あのちょっとだけね、あのめっちゃカンカン出るだけじゃないんだけど、すぐねそこで部屋が温まっちゃうのね。だからね今お部屋はね暖かいんです。太陽のぬくもりで暖かくなってます。はいすいません、お待たせしました。なんかすごいね電波一気に悪くなっちゃって、ちょっとね配信ちょっと難しそうなんかね一気に電気つかなくなっちゃって、つかなくなっちゃってってわけじゃないんだけど電波悪くなっちゃって、 iPad なんかちょっと分かんなくなっちゃったから、ちょっと一旦なんかしてちょっとなんか様子見てくるのでちょっと一旦配信をまあ、またもうちょっと続けられそうだったら続けたいなと思うんですけれども、あ、連続出てない？どうだろう、じゃあ連続出るまでちょっと携帯でしようかなわかんない、ちょっとねわかんなかったけど、そうちょっと連続出るまで携帯でしますね。そう今ねスマホでしてる。でもあんまりスマホでねちょっと配信はねちょっとね携帯に悪くて極力ねあれなの、控えたくて。目覚めたね、目覚めたいい目覚めではないけど、皆さんお待たせしました。すごいちょっとねギフトが途切れちゃって読めないかも、読めてないかったらごめんなさい。かわいいお花ハート、流れ星ハート待ってたよ、ありがとう、ありがとうございます。今手持ち連続出てるかな、私がね配信してない時間がちょっとあったから分かんなくなっちゃったね分かんなくなっちゃったね、どうしちゃおうかねこんにちはね、どうしよっかね、どうしたらいいんだろうね、わかんないでも多分3分ぐらい配信もしかしたら止めちゃってたから、ちょっと今何分か20分くらいだから、うんね、ちょっとわかんなくなっちゃったねそうこんにちは、こんにちは、んねこまっちゃったよこんにちは、こんにちは、カメラの左右がいつもと違った、あ、確かに、そっか、いつもとカメラの場所が違う、適当に持ったから携帯かかかかわいい、ありがとう、丸くない、ちょっと丸いんですけど、ちょっとさ、まあいいか声のトーンとか目覚めてて可愛いねって、目覚めちゃったね目覚めちゃったよ、連続出るかな、さっき出てなかったですもんね。まあ連続が全てではないけど、でもちょっとやりたい部分もあるよねねまたありがとう、幼く見える、ライトがねちょっとつかなくなっちゃってさ、ちょっと分かんなくてね、困っちゃったねぐるぐるチア出てなかった、ありがとう。じゃああとちょっと10分くらいかな、どうだろうね
ね、多くないね。このそう、ライトまで作んないね、ちょっと困っちゃったね。どうしようかね。分子作れる時に懐かしい。今日はね、私はね、いつもとね違うね服をね着たよねとかね、あ、着たよか、最後だけよだったね。懐かしい、めっちゃ可愛い。おめろんさん、ありがとう。ちょっと両手を離すとね怖いから、こうしたいな。ありがとう。自撮り風じゃん、めっちゃ。懐かしいね。どうしちゃったんだろう、困ったちゃんですよ。間に合った、おはようございます。ちょっとさ、カメラの向き変えたい子もあるけど、なね、酔うよね皆さん絶対。ビデオ通話おはようって、確かにビデオ通話こんな感じだよね。お手紙ありがとう、ありがとうございます。こうしたらいい。難しいね、半袖でね。まだ寒くないです、ね、上着着るから、寒くなったら大丈夫です。ありがとう。すごい、なんか私携帯の持ち方があんまなんか定まらなくて、どうしたらいいか分かんない、難しい難しい。どうし、30分くらいまでやったら出るかな。今日はねちょっとね早めにね一旦終わろうかなって思ってます。ちょっと iPad がねちょっと使えなくなっちゃって、困ったさんなので。今日の目嬉しい。今日本当になんかアイシャドウさ塗ったのにさ、配信つけたら全然何もついてなかったっていう事態が起きてます。そうなの、目線合わないよね。私がコメントやっぱちょっとさ一回転した方がいい。一瞬カメラ持ちますね。あの手で塞ぎますね。よいしょ。まあこっちの方がなんかなんだかしやすい気がする。ああ持ちやすい。夢の中でアイシャドウだったかな、もしかしたら。お手紙ありがとう、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ふう。書きたかったの、重複していて、あ、すごい。ふうってなんかちょっとなんかクレッシェンドみたいになってる。結婚してありがとう、嬉しい。ありがとうございます。お出かけ行ってらっしゃい。いいね。今日お出かけ日和かもね、もしかしたら。お、風呂敷ありがとう。何が入ってるんだろう、おせちとか入ってそう。そう、配信見てて乗り換え間違った。ありゃありゃ、乗り換えってさ結構集中しないとあれだもんね、意外と間違ったりさ、出口違うとこ行っちゃったりしちゃうよね。で改札出てしまったらなんかそう南蛮出口からがすごい遠くなっちゃったりみたいな、あるある、東京とか特になんかあるある。ね、どうしよう、どうしたらいいんだろう。連続ってさなんか ある一定の時間過ぎたらさ出ないみたいなあるよね。多分大丈夫、私多分今日一日できないなんてことない気がする。どんな感じ。ない気がするから多分大丈夫。一旦ちょっと、うん、一
旦ちょっとお家の様子が気になるからそわそわしちゃうから一旦ちょっと断じ埋めを今日はさせていただきますね。13位の方からいきます。13位、よしきさん、ありがとうございます。12位、さらのさかなさん、ありがとうございます。11位、いどんちさん、ありがとうございます。10位、さんぴんさん、ありがとうございます。10位、てつやさん、ありがとうございます。9位、8位、そうきさん、ありがとうございます。7位、たつやさん、ありがとうございます。6位、たとまるくん、ありがとうございます。5位、高橋聖太さん、ありがとうございます。4位、陽気のこじゅさん、ありがとうございます。3位、ニアリーカールジャンくん、ありがとうございます。2位、大輝さん、ありがとうございます。そして1位、オベロンさん、ありがとうございます。ありがとう皆さん。ちょっとなんかすごいあのわけわかんない配信に、配信100時から配信になってた。私昨日の夜寝ぼけながら歌ったからかな気づかなかった。あのちょっとこの後いつまで配信できるかわかんない、いつまた配信できるかちょっとわかんないけど、また多分なんかあんまり期待はしないでほしいけど、多分会えたらいいなぐらいの気持ちで待っててくださると嬉しいです。またね、ありがとうございました。あのオンラインお話し会、個別お話し会、オンラインサイン会、ツーショット撮影会受付中ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしております。今日のお昼の12時まで受付です。ではまた後でお会いできることを願って、またね。なんかすごいバタバタ、なんかよくわかんない配信しちゃったけど、皆さんあの優しいコメントと来てくださり本当にありがとうございました。皆さんにとって今日も一日素敵な日になりますように。バイバイ、またね、ありがとうございました。またねバイバイ。